と同じ動きができるんや。すげー、音も同じや。これちょっとひっくり返していい？最後に下は本物とはちょっと位置違うんですけど、でも一番単純なタイプの方がそれ、ね、あのレジャー用とか車がついてませんよってタイヤが、あのホーバーも実物のホーバーもこうなってます。で下にこうランディングパッドってね、受けが6個ついてます。そういうのなってます。丸尾さん作ったのこちらですから。いやいや、あの本物のやつはこのやつで。そうそう。でこれは全く同じね、本物と変わりません。すごい精巧な、あのコーバーです。ありがとうございます。黒いやつが。みんなのためにあってた。じゃあ動かしてもらう？すげえこれ。動けできる。欲しい。どのくらいで制作しました？6ヶ月ぐらい。6ヶ月？ 5ヶ月。うん、結局製図かなんか聞いて？あ、いや、もうお願いして写真撮らせていただいたのですに。あ、それだけで。これはすごいな。図面もなくね、動いた。動く。すごい。もう全く動かない。動くとか見たかったな。もう少しバッテリーがあれば。え、これは電気はバッテリー？バッテリーですか？大丈夫です。このあと5、あともう少し、あと5分やってください。そうすると6時過ぎに入ってくるから。昔の方は重い石なんですけど、小さいやつね、 OB6 号 PP5、 これは PP10 ですからね。ちゃんとリフトファンがついて、テラもちゃんとついてた、カジもちゃんと動く。ゴムの部分は何？あれ下の傘とか。あと5分ぐらいで。危ないよ。すげえな。ベリーは。すごいね。本物みたいな感じが。Thank you.